はい、どうもこんにちは、扇風機クラです。今回も一昨日、昨日に引き続きバンドリ歌いながらやってみたをしようかなと思います。それでは早速プレイしていきたいと思います。どうぞ。じゃあ、ここはお任せ。また全員お任せですね。なんか、よく選ばれるふわふわタイプだね。あんま歌詞がわかんないけど、まあ、よくないでしょう。じゃあ、歌っていこうと思います。はい、なんか重い。今日めっちゃ軽かったんですけど、なんか反ってると思いっぱいですね。わかんないですけど、プリパラドリームパレードというわけでやっていこうと思います。今ベッドの上にあるお菓子は柿の種。今日のサイエンスは忘れられない。マキラは使わないで寝るか。個人情報ちょっとバレちゃった。ラックルウィーゴー、虹色に輝く夢を見つけているか。キラキラときめいた星の中に誰も君とならどこまでも行けるよ。終わらない物語さあよ。今日はプリパラドリームパレイ。うわ、いい感じだな。うん、ほどほどにね。今回の動画は歌詞が全くわからないので適当なことを言ってすみません。それよりさっき歌詞の中にあったんですけど、サバの水煮の缶詰と玉ねぎを、うわ、いい感じだな。玉ねぎを持って、うん、ほどほどにね、マヨネーズと醤油で食べると美味しいですよね。はい、今回の動画もご視聴ありがとうございました。面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。じゃあ待ってます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。